最後は国道136号線というと何のこっちゃって話になるから西海岸を走る国道の歌です。で西海岸ってねいろんなイメージあるんですけど大体ね世間でこのイメージです。この駿河湾のね美しい夕日遠いの方。そうです、そっちの方だよね。はい、なんか勝手に日本一の夕日とかって勝手に日本一って名乗ってますからね。これ見るとほらちょっとドラマチックでいいじゃないですか。いいですね。 でもこれ振られちゃう歌なんです。残念ながら残念なんですよ。これ恋人岬ってとこですよね。あの鐘を鳴らすと結ばれるとかっつって相変わらずそういうのがあるんだ。あります。あの鎖をやったらいいとか。それは湘南じゃない。でたまに男の子同士がねなんかいてこれ彼女のいない人たちの集まりだなとかなんか思っちゃってね。あの昔ねトンネルズがやってたねあのねなんかねあそうそうネルトンなんかここ使ってたらしいですよ。その時結ばれた人は今伊豆湖に。それがなくちの海岸テレビ。そうです。あの時計台とか出てきますのでね。じゃあルート136という曲を一応ロックンロールなんだけどあんまりロックンロールって感じもしないんだけどまあ昔からよくやってます。じゃあ行きます。Oh,
俺もあれだよね、もう10年ぐらい懲りないでやってるよね。やってるね。もう毎回やってるよね。やってるやってる。今度どうすか、伊豆行くときにあの西海岸行きませんか。行く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 。あの夕日を見て振っちゃうとかね。東でも西でも。あ、そうですか。南でも。あの色崎行ってみるといいですよね。うん、色崎がいいな。実はとか考えちゃって。東方の波が出とるところ。ザバーンって。なんか違うほどイメージになりそうですよ、それ。東方映画の波のシーンが。映画のね、オープニング。あの覚えちゃめちゃダメですよ。ただの岬なんで。じゃあ、あのほらさっきの刑事ドラマじゃないけど、ちょっと待てとかなんか言われちゃって。東尋坊か。東尋坊で、いやそんな波荒くないですよ。三四郎島。三四郎島は堂ヶ島じゃないですか。そう。行ってみたら。またあの伊豆ツアーの時は私に教えてください。行きます。行きます。あのメルローズ号で。はい、行きます。ガイドさんあれですよ、ママになりますからね。ってことでね、古いガイドだから波を分かんない。だって元バスガイドじゃないですか。でも、もう古いから高速ない時のしか知らないわ。かせーのーでだけど、いやどうも適当にやらせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。